さあ始まりました、アイドルのいろは司会のワンワンニャンニャン菊池雅史です。お願いします。そして私たち花いろはです。毎度ありがとな、関西から舞い降りた舞いちゃん、緑色担当ひいらぎ舞いなです。みんなの心を最近はピンクに染めちゃうぞ、自称あざといピンク担当リーダーの岡山由紀穂です。リンリンリンクの音だったらリンカ誕生、みんなのスーパーヒーローオレンジ色担当星見リンカです。ぴょんぴょん、うさぎじゃなくてうさぎだよ、みんな仲良くしてね、赤色担当うさぎののみです。ちょっぴりだけでいく皆さん、朝から夜まで姫野だけじゃないと芝居ちゃうぞ、青色担当稲崎姫野です。生きてるだけで大儲け、チャリーン、今日も元気にあいあいさん、黄色担当宮園愛沙です。泣いてる、泣いてる、あら、チョコもチョコとしょうないな、紫色担当望月依頼です。はい、この番組はですね、ちょっとね、もうラストですからね。そうですよね、未来ちゃんはラストということで、ちょっと泣きながらの自己紹介になりましたけれども、この番組は花いろはが芸人であるクロちゃんにバラエティの極意を学び、可愛いだけじゃないアイドルを目指す番組です。本日はクロちゃんの代わりに私ワンワンニャンニャン菊池が MC を務めさせていただきます。お願いします。お願いします。さあ、ということでね、今日は3月14日ホワイトデーということですが、まさかの黒川さんが、はい、今日は休みということで、これあれですよね、あのチョコをあれですよね、あげたんですよね、バレンタインデーの時にね。あげました。なのに当日あの方は逃亡したと。逃げました。はい、本当ですよね、笑い逃げでした、ね、まあね、黒ちゃんの後輩として私が代わりに持ってまいりましたので、ありがとうございます。皆さんでぜひ食べてください。これなんで、これはちなみにマカロンを買って、そう、皆さんの色のマカロンを選んでね、買ってきたんですけれども、あのクロちゃんが X でなんかそのホワイトデーなのに、それで行かないわけじゃないしんよって書いてある1個前のポストにマカロンの服を着て写ってる写真があったんで、これは多分僕にお前がマカロンを持っていくよというなんかメッセージなのかなと、というのも読み、一応領収書は黒川明人で取りました。はい、よかったらマカロン食べてください。ありがとうございます。ね、こういう日に来ないしね。で、未来ちゃんがね、はい、今回でこのショールームが最後ということなんですけれども、そんな時に限って来ないんだから ね。びっくりしちゃいました。ね、びっくりしちゃいました。なんか思い出とかあります？このショールームの。なんだろう。なんだろう。でも、なんかクロちゃんのね、そんなだってこのショールームで絡んだぐらいだもんね。はい、どうでした、クロちゃん。たくさんなんか勉強になったし、クロ、うん、ちゃんからありがたい言葉をたくさんもらってて、うん、なんかめっちゃ好感度上がりました。あらでも今回来てないですけどね、ラストのホワイトデーで、ね、最後の最後でね、うんうん、確かに。まあね、でもまあまたどっかでね、はい、あのよく歩いてるんで、まあ、僕が歩いてるんで見つけたら声をかけていただければ、はい、はい、ちょっと財布から、ね、いくらか取ろうと思ってますよろしくお願いします。さあ、ということで本日の番組テーマはひらめきということでございまして、テーマに沿った企画でお送りしていきたいと思います。それでは早速企画に行きましょう。その前に一度アイドルのいろはについてのお知らせをさせていただきます。それでは次のコーナーに、わわわわ、
最初のコーナーはこちら、即興絵描き歌。さあこれから皆さんにはそれぞれお題を引いていただきまして、そのお題の絵描き歌を即興で作っていただきます、うん、はい、そのね、お題を引いた人が即興歌をね作りまして、絵描き歌を他の人はそれを聞いて、絵描き歌っていうかね、絵を描いていただいて、それで、正解かどうかっていうのを当てる企画でございます。はい、はい、ということで早速こちらから引いていただくんですけど、誰からいきますか。はい、あら、まいなちゃんから。はい、じゃあまいなちゃんこれ引いていただいて、皆さんはちょっと目をつぶるとかねしていただいてください。さあ、言わないように開いてカメラに見せてください。あ、これはどう、いいんじゃない、いけると思います。あ、いけると思います。じゃあ皆さん目を開けていただいて、どう、作ったこととかある、こういう絵描き歌とか。ないです。ないよね、ないですね。まあでも、もう自分が思う通りに、はい、はい、やっていただければと思いますので、皆さんはそれを聞いてイラスト描いてくださいね。はい、はい、はい、じゃあ行ってみましょう。まずはまいなちゃんの挑戦です。お願いします。はい、麦わら帽子がありました。ありました、はいはい、麦わら帽子がありましたよ。で、うん、ちゃんと描いてね、みんな。しっかりとした麦わら帽子で、うん、麦わらからひょこっと丸が一つ、その中に枝豆、ま、黒豆と、黒豆は違くね、黒豆と、あと、うん、キュンってあります。やばい、擬音が出た。え、待ってごめん、ね、黒豆とキュン、黒豆とキュンってありまして、黒豆とキュンってありまして、反対の帽子からまたひょこっと出てきました。ひょこっと出てきました。何が出たんだ。どう、反対の帽子ってなんだよ。帽子の、帽子の逆が、あの、今描いたよ、今描いた。そう、忘れてない。で、帽子の下から、ひょこっと何が出てきた。反対の帽子から何が出てきたって。帽子のひょこんと出たって言うんですよ。帽子か言ってない。帽子の下から、1、2、はい、出来上がり。何が1、2なの。何が1、2。1、2と、はい、で完成ですね。はい、じゃあ、まあ、まいなちゃんもね一緒に書いてたので、まいなちゃんまだ出さないで、まいなちゃん以外のメンバーオープン、どうぞ。あー、まあ、麦わら帽子がね、はい、かわいい、なんか可愛らしいね仕上がりではありますけど、まあ言った通りね、書いてるですけれども、ゆきほちゃんからできる、それは何だと思う？ UFO、 UFO、 あ、 UFO ね、 UFO、 なるほどね、はい、りんかちゃんは何だと思います。なんか掲示板のキャラクターみたいな、なんかキャラクターだと、はい、ななみちゃんは、なんかキャラクター、キャラクターだね、なんか怪しい。姫のちゃん行きましょう。なんか犬みたいな、犬かわいい、はい、かわいらしいですよね。はい、挨拶ちゃんは、あ、UFO、 あ、 UFO だね、かわいい、かわいい。そしてミライちゃん、何これ、なんですかね、これはね、帽子の上にさらに顔がある感じ、反対側って言われたもん、ね、ということでございまして、そうだね、反対側からなんかちょんと出てみたいなこと言ってましたけれども、じゃあ、はい、それじゃあまいなちゃん正解の方お願いします。どうぞ。じゃん、カメです。カメでした。確かに。ということで正解者はいません。いけるかなって思って、ゆきほちゃんのカメかと思った。え、そう思った、ね、これ一緒に似てるくない、なんか、うん、確かにちょっとカメっぽい。だから帽子で反対が左右で描いたから、反対とかなく、みんな上下になっちゃったかもしれないよね、はい、ということで正解者ゼロです。残念、いや、むずいわ、いや、難しい。結構ね、お題簡単なね、お題だったかもしれないですけど、まあ
ましょう。じゃあ続いて、誰か行きますか。もうあげません。じゃあ順番でゆきおちゃん行きましょうか。はい、じゃあ1個引いてください。じゃあ皆さんは目つぶってください。さあ、これはさあ、あ、これはこれね、もう、これ、はい、じゃあ皆さん目開けてください。これはこれだってさ、ちょっとさ、簡単いいんですか。いや、いいんじゃない。何これ知ってるんじゃない。ちゃんと覚えてないけど、うん、あ、分かったかも。これはいけると思います。それでは最初分かんない。頑張って。でもそこはオリジナルで知ってるとかはね。え、だって最初分かんないわ。やっていきましょう。それではゆきおちゃん、お願いします。はい、丸いお月様がありまして。はい、丸いお月様ね、はいはい。その中にちっちゃい丸が2つ待って、本家わかんない。ちょっととりあえずこれいきますね。ちっちゃい丸の中に豆粒2つありました。おお、はい。その下にまた丸がありました。その下に丸があると。はいはいはい。え、待って、わかんない。そしてこっからですね。やばい、こっからわかんない。うん、一本線がピーってあります。ピー、どこピーを引くかね。どうピー引くかなんですよ。ピーってあります。はい、お月様から、おこれなんだ、棒がぴょんぴょんぴょん、棒がぴょんぴょんぴょんね。そうか、あって言っちゃいけないもんね、分かっちゃうからね。お月様の上半分が、あー、多くなりました。もう言ってたのに、多くなりましたわ。ちょっとこれはやばいよ、それは。ちょっと審議ですよ。はい、審議ですか。じゃあまだ完成じゃないもんね。はい、待って。6月6日に言う。あ、出た、聞いたことある。聞いたことあるぞ。やってるわ。これはなんか聞いたことある。あっち行ってこっち行ってなんちゃらが。で、お月様の下に、うん、リンリンリン。これもみんな聞かないで書いてないよ。どうも。出来上がり。やばい、一番大事なとこ忘れてた。はい、さあ、ということで、じゃあゆきおちゃん以外のメンバーオープン。じゃーん、あらあらあら、なるほどね。皆さんちょっとざっと見ていきましょうかね。うまい、うまい、こちらの2人うまいよ。うん、上手。ひなちゃん、ひめのちゃんうまいですね、ずいぶんね。はい。ちょっとでもドラえもんです。おお、そうね。Thank you. ありがとう。一緒だ。本当に一緒だ。ちょっとね。一緒だ。すげえ。目がちょっと目がいっちゃってるんですよね。前の二人はね。未来ちゃんはなんかちょっと未来ちゃんなんか。正解の方お願いします。どうぞ。はい、でれーん。あー、なんかドラえもんでした。人中長くね。なんか忘れてるもんね、口とか、うん、そうですね、口はこうやってなりましたけど、はい、あ、6月6日でも皆さん確信に変わりましたけれども、はい、これは全員めっちゃ覚えてた、ね、正解ということでございました。やった。はい、全員正解なの。正解。なんかモデルの未来はやばいから。画力は問わないんでね、これはね。伝わっているからね。じゃあ続いてリンカちゃん行きましょうか。はい、じゃあこちらから1枚お取りください。はい、さあ、じゃあ皆さん目をつぶって見てくださいね。はい、ほう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 、やりやすそうね。じゃあ皆さん目をお開けください。はい、じゃあ行きますか。行けます。
リンカちゃん。はい。ね。これ見ながら書きたい。わかりました。じゃあ周りの方はね。はい、ちょっとリンのこと見ないでください。見ないように書いてください。それではリンカちゃんのチャレンジ、はい、お願いします。帽子が一つありました。帽子ね。どんな帽子ですか？帽子が一つありました。アンテナ一本立ちました。おお。アンテナね、わかりやすいんじゃない？帽子に白い丸三つ。帽子に白い丸三つ。ほう。ありまして。うん。帽子に丸い足が三本生えました。これ分かったよ。あら、丸い足が三本生えた。はい、いい表現。アンテナから、うん、ビビビって雷出す。ビビって雷出して、うん、出来上がり。うん、あ、結構シンプルな。シンプルです。感じですけれども、何人か分かったかな？分かった。はい。じゃあリンカちゃん以外ですね。フリップオープン。じゃじゃん。はい、まりなちゃんからいきますか。まりな。おお。UFO。UFO ね。はいはい。ゆきおちゃんは。UFO。ほら、UFO。まあ、UFO もね、形はいろいろあるからね。ななみちゃんは。あら、なんか。これは UFO？ UFO。なるほどね。はい、姫野ちゃん。はい、UFO。あら、上手。はい。あいさちゃんは。UFO です。UFO。素晴らしい。そして未来ちゃんは UFO。 なんかちょっと荷物乗るとこない、後ろにトラック型の、あそこ物乗るのかな、もしかしたらね。はい、ということでございますけど、じゃあリンカちゃん正解お願いします。はい、 UFO です。おーねー、これは分かりやすかったかもね。簡単だった。お題が丸い足がっていうところで、なんか皆さんね、うん、あーってなりましたね。うん、うん、これ上手でしたよ、うん、すごく。さあ、どんどん行きましょう。続いて、ななみちゃん行きましょう。はい、はい、お一つどうぞ。はい、じゃあ皆さんは目をつぶってください。はい。おお。どうしよう。これも、まあね、やりやすいかもね。はい、いける。あ、いけます。はい、じゃあ皆さん目を開けて、それではななみちゃんのチャレンジお願いします。細長いなんが一つありました。大きいなんです、細長い。ラップ調なのかな、なんかそれ、はい、歌ではない、歌ではない。細長いなん、かけましたか。かけましたか。ちょっと待ってくれんな。はい、かけましたか。どうぞ。なんの中に小さい四角が4つありました。真ん中らへんから。4つありました。小さい四角、はい、もうちょっと歌っぽくね。メロディーに乗せていただけるとありがたいけど。上と下に三角形、うん、上と下に三角形、上と下に三角形、ほう、周りにふわふわいっぱい。え、ゆき、わかった。そういうこと。はい、あ、ヒントというかね。はい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 、終わりです。ああ、終了。え、終わり。なんか足りない。ちょっと足りないけど、まあ伝わった。なんとなくヒントが多かったですけれども。はい、わかりました。かけた。ちょっとまだかけてない方が。三角か、四角かちょっと。三角ね。三角、何の中は四角。わ、うん、かるわかるわかる、あのこれだよ、これこれ。わかった。わかった、わかった。じゃあ、はい、ななみちゃん以外フリップオープン。お、じゃーん、飛行機。あ、なんで。はい、飛行機ね。ゆきおちゃんは飛行機。飛行機。まだ新しいが飛行機。飛行機ね。はい、続いて姫野ちゃん。なんか気持ち悪い。飛行機、なんか今その通り書いてるからね。なんて言われたけど、なんではないだろうと思いながら。あいさちゃんも。これはもうそうだね、なんだね、細長いな。合ってる。そして未来ちゃんはなんですかこれ。
これは何？なんて言ったかちょっといびつな形のでかいのを返して、もう言った通りですよ。確かにそうはなる。これは何？何だと思いますか、未来ちゃん的に。何これ？何これ？わかなんかね。でも言った通り書いたらこうなったんだもんね。はい。じゃあ、ななみちゃん正解お願いします。はい、正解。飛行機です。飛行機です。でもみんなと絵は同じなんで、やっぱね。ちょっと飛ぶのかなって感じがありますけれども。はい。前書き歌としては良かったかな。はい。じゃあ、続きまして、どうぞ行きましょうか。ひめなちゃん行きましょう。はい。はい。はい。じゃあ皆さん目をつぶってください。なるほどね。なるほどね。難しい。これはちょっと難しい。いける？まあやるしかない、まあ。うん。やるしかないということで。じゃあ皆さん目を開けてください。いいですか？はい。はい。それでは姫野ちゃんのチャレンジです。お願いします。まん丸ボールがありました。あ、丸ボールね。右斜め上、左斜め上にかまぼこがあるんだよね。あるんだよね。で、その中にちっちゃいかまぼこがあるんだよね。あるんだ。なんかキャラ変わってない。あるんだよね。はい。最初のボールの中にはね縦に細長い黒豆2つあるんだよねあるんだよねが毎回黒豆の中に白豆も2つちょっと待って、趣味で作るといいよねちょっと作れない、夢で夢でできなかったの、なるほどね、の上に、の上に湾曲のミミズがに、ね、湾曲のミミズ、一匹ずついるんだよね。で、黒豆の間に、黒の間になんか枝豆みたいなちっちゃいのあってね、下にピンってアンテナが出てて、アンテナの下にははいはい、そうだね船みたいな線があるよね。いいのかな、わかんないけど、そのボールの右と左からチュチュイって2本ミミズが飛び出てて、何の左って、ボールの、そのボールの右と左にはボールいつ出てきたっけ、最初に言ったよね、出てきたよ、ちょちょって左右から出てて、って思ったらそのミミズの上に、なんか太めのミミズがボールの中にいるんだよね。何それ、2匹ずつね。あ、そういうこと、できた。一番最初のボールの上からボールの中に向かって1匹ズドンって、ちょっと長めの太めのミミズがいるんだよね。って思ったらそのミミズの上にも2匹ミミズがズギュンいるんだよね。上に、なんだ、なんだ、おかしくない、なんだ、おしまい、終わった、急にね、もうついていけなかったことだから、最後おかしい、最後おかしい、ミミズがゾンズドーン、もうやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいんだけど、毎回、だよね、終わり、終わり、でも、ミミズは合計何匹いる、めっちゃいる、3、4、5、6、7、9、10、11、12、ミミズだらけですけれども、13匹、うん、細いのは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、11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 4、105、106、107、108、109、110、111、112、
いい感じだと思いますよ。音？はい。やばい。じゃあ、ひめのちゃん以外皆さん一斉にオープン。じゃん。え、おしくり？そういうことか。ひめのちゃん、そういうこと？そういうことだね。え、やばいわ。これね、こういうキャラクター、これは何だと思いますか？え、でもしまじろうかなって。おお、ゆきおちゃんは？ミスだらけなんだろうね。顔にミミズが刺さってたり、
島次郎。おー、島次郎。はい、ななみちゃんは？はい、なんか別個に何かあるんだけど、なんですか、上にあるの。ミミズ。でもなんか途中途中ついていけてなくて、多分足りないパーツがあります。なるほど、それを上に書いたんだね。はい、はい、はい、じゃあ、あいさちゃんはなんか、目の中白くしたら闇落ちしたでもね、うまいですよね。うん、はいはい。ミライちゃんはしまじろー。あ、そういうことか、ズドンズドンって。さ、しまじろー書く練習してたことある。へぇー。あ、そう。え、そう。じゃあ正解は、はい、姫のちゃんお願いします。正解はしまじろーです。うわ、素晴らしい。結構細かい部分もね、ミミズで補ってというかね。はい、ということで答えました、はい、よかったと思いますよ。はい、続いてじゃあ、あいさちゃんいきましょう。模様が多すぎる、うん、ちょっとね、難かった。はい、取れるかな。はい、おい、じゃあオープンしてカメラに見せてください。うわっ、うん、あー、これも苦手かも。苦手、うん、さっきからアイちゃんずっとキモい絵描いてる。自信がない。さあ、じゃあ皆さん目を開けて、それでは行きましょう。アイサちゃんのチャレンジお願いします。長細い、横に長細いボールがありました。長細いボール、長細いボールがありました。ボールなの、これってボールじゃないよね。そこなかったらボールじゃない、ボールじゃないよね。もう危険な、早いアメフトボールやりました。アメフトボールだったら、確かにね。え、これアメフトボール。中に黒豆2つありました。あ、黒豆ね。これでなんとなく分かってくる、うん、真ん中に枝豆ありました、うん、枝豆の下にミミズが1匹。ミミズ使うよ。ミミズ使うよ。アメフトボールの周りを囲んで上に行き、え、なんで最後上に行きって言ったけど、何が囲むの。何が、誰が囲むの。上に行くって何が上に行くの。どういうこと。縦に伸びます。縦に伸びます。何が皆さんも想像する通り、何の話をしてるの。上に伸びます、縦に伸びます。何が覆っているの。なんでそうなんの。ちょっと待って、わかんない。え、何、アメフトボールの周りを隠して、これどう言えばいいんだろう。皆さん想像もしてください。早くして、早く。もういや、いいですよ、進めたい。そう、伝わればいいんだから。え、もう一個同じものって何なの。繋がってる。何を同じって言ってんの。繋がってる。何が繋がってる。ひどいこと。最終地点はね、アメフトボールの横。なんか語り系の歌だよね。何がもう一個同じものって。意味わからない。尾崎風な歌い方。縦に長いやつのとこにクローバー。え、縦に長いやつ、縦に長いやつ出てきた。出てきてないよ、絶対。クローバーの真ん中に丸。は、クローバーの真ん中に丸。え、なんこれ、キモ。なにこれ。完成。意味わからん。こんなんないし。完成しました。意味わからん。じゃあ皆さん、何これ、オープンお願いします。オープン。じゃあ、さあ、これはなんか、みんなそれぞれでもね、言った通りですけれども、どうですか、マイナちゃん、これは。あくびちゃん。ああ、はいはいはい、そうね、見えますね。ゆきおちゃんは何ですか。なんか、あの、ラインスタンプにいそうな。確かに、あれ、そうです。りんかちゃんは上にね、縦にってね、で、クローバーが何だか分かんないね。ななみちゃん、マイメロディー。おー、なるほどね、そうね、連想すると。はい、姫野ちゃんは分かんない。ギャーってなってますけど、すごいことになってますけど、これはどうでしょう。とんでも縦に長いって言われてる。
いな、縦方向になんか長くしときゃいいんじゃないみたいな。そうで、未来ちゃんは、あ、未来ちゃんなんかあるね、しずくちゃんのイメージということで、はい、じゃあ、あいさちゃん正解お願いします。マイメロです。おー、すごいじゃん。まさかのなつみちゃんが当たりました。え、マジでさ、このさ、気に入るのよ。マジで一回泣かせとけよ。やばいよ。丸いボールでもうね、引っかかってましたけど、皆さんね、一番わからなかった。一旦義務教育やり直した方がいい。じゃあラスト、未来ちゃん。はい、はい、行きましょう。ちょっとこれを、未来ちゃんも怖いな。はい、未来ちゃんも怖い。はい、はい、じゃあ皆さん目つぶってください。どうぞ。お、ちょっとこれはいけるんじゃない。はいね、はい、じゃあ皆さん目を開けて、はい、いけますか。はい、はい、それではみらいちゃんの挑戦です。お願いします。ある日、お、ある日、まあまあある日ね、いいよいいよ、独特、うん、ある日、うん、丸がありました。え、お、あ、すごい。そんなに乗せて、ね、そん中に小さい黒い点、そう、小さい黒い点、そしてもう一つ黒い点、そしてもう一つ黒い点、その左右に、その左右に、丸の三日月が左右についてます。丸の、丸の三日月ってさ、半月？え、そう、半月。あ、半、うん、半月よりものさらに半分の三日月があるから、ね、三日月かな、ね、がありました。ありました。そしたら。うん、最初に描いたでかい丸の中に、あ、丸の下に、森の熊さんどこ行ったの？ウインナーが、ウインナーの、よく焼いたウインナー、よく焼いたウインナー、よく焼いて火が通っているから、なんかちょっと丸くなったウインナーがついてる。どういうこと？わかんない。一つ？一つ？一つ？森の熊さんどこ行ったの？実は。じゃあ戻った。実は。そのウインナーは。ウインナーは。焼く前。焼く前に。焼く前に。包丁で。包丁で。切れ目を入れました。切れ目を入れました。完成？完成！完成！そのイラストを見せてください。オープン。これはこれはこっから、ね、分かる人いる？何を言ってたか。おたまじゃくしとかね、よく焼いてるわ。よく焼いてるわ。そうね、ゆきよちゃんはもうこんがり焼いてますけれども、はい、じゃじゃあ、みらいちゃん、正解お願いします。どうぞ。ゾウ。え、でも、ちょっと思った。ゾウ。まあね。三日月をさ、あの、目の横って言ってたけど、え、そう、目の横、そう、ボールの横でしょ。そう。ボール。間違えた、まさか。ボールの横だったら分かってた。はい。ということで、正解はゾウでした。残念でございましたけれども、いや、森のクマさんで入ったんでね、クマさんが来るのかなと思いきや、はい、そうということでございました。さあ、それではここで一度アイドルのイラナについてのお知らせをさせていただきます。それでは次のコーナーまで、わー、
コーナーはこちら、チョイスしりとり。さあこちらですね、用意されたイラストの中でしりとりをしていただくんですが、イラストは見た目が合っていれば読み方は自由で、同じイラストを何度使っても OK なんですけれども、同じ言葉を使うのはですね禁止ということでございます。はい、しりとりができた人から手を挙げて答えてください。はいはい。そしてそのしりとりですね、使っていたしりとりはこちらです。ザザン。あ、うん、2段いっぱい、うん、ね、いっぱい。これの方がいい。これむずいな。これの中から一つ選んで、それに関するしりとりをですねつなげていってください。はいはい、はい、いいでしょうか。はい、じゃあ最初はそうだな、黒川明人でいきましょう。黒川明人で、はい、じゃあ人、はい、ななみちゃん。 B7 トランペット。トランペット、 OK、 正解1ポイント、イエーイ。トランペットまた取です。はい、はい、リンカちゃん。 A12 鳥。鳥、OK、 いいね。はい、1ポイント。続いて B、 はい、はい、リンカちゃん。 A8 料理。料理、はい、はい、あ、なるちゃんやかったかな。 B、 A はリコーダー。リコーダー。あですか。だだ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 、はいはい、はい、リンカちゃん。 A6 ダークコーヒー。残念。はいはいはい。 B8 打球。打球うまい。これはうまい。打球う。A2 うま。 OK、 うま。続いてま、まあ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 、はい、ゆきちゃん。 A10 マーカー。マーカー、マーカーじゃなくてあっちじゃない。マーカーじゃないです。確かに、はい、A10 万年筆。万年筆、これ万年筆です。いつつすーですよ。なんか連想するものでいいですからね。つーいいですよ。もういける人からどんどん。つーね、いいですよ。 A7 とかいけんじゃない。いいよ、行っていいんだよ。いや、行っていいの。行っていいよ、行っていいよ。はい、ひめなちゃん。 A7 ツーリング。ツーリング、いいでしょう。はい、してたので、え、グッ、グッ、グッですって、グッ、グッ、グッ。はい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 。はい、ゆきょうちゃん。 B3 具だくさんカレー。あ、いいね。はいはいはい、具だくさんカレー。レレレ、いいね。はいはいはい。じゃあ、ひめちゃん。 B8 練習。練習、あ、いいでしょう。う、う、うです。うに戻ります。う、う、う、同じのはダメですからね、さっきと。え、う、あ、う、う、はいはい、ひめちゃん。 A9 はい、運動。あ、うまい。はい、運動、運動。はい、りんかちゃん。 A12はい、コッケー。あー、コッケー。あー、すごい。はいはいはい、なんかいい。はい、ひめろちゃん。A5 椅子。椅子、OK。す。はいはい。あー、ゆきょちゃんから。はい、 B5 スイカ。あ、 B5 スイカ。 B5 スイカか、OK。 あー、ななみちゃん。 B3 カレーライス。何いっぱい。カレーライス、す、す、す。いいよ、いいよ。はい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 。はい、ひめろちゃん。 B12 スポーツカー。あー、うまい。スポーツカーか、か、はい。まずひめろちゃん。 B6 カブトムシ。カブトムシ、いいね。ししし、さあ、アリサちゃんまだ答えてないか。あー、悔しい。じゃあ、プラスト、リンカちゃん。 A3 瞬足。瞬足。いいね。いいでしょう。瞬足まで終了。結構出ましたよ。楽しい、これ。結構出ました。ということで、この曲一番多くポイントを獲得したのひめろちゃん、7ポイント。イエーイ。ちょっとアイサちゃんになりちゃった。0-0でしたけど、すごい。ちょっと圧倒的にひめろちゃんの勝利ということになりました。
はい、ということでございます。それではここで一度アイドルのいろはについてのお知らせをさせていただきます。それでは次のコーナーまで。わさて、それではそろそろお別れの時間となりましたが、本日の配信いかがでしたでしょうか。なんかね、今の企画めちゃくちゃ盛り上がってましたね。めっちゃ熱中してもう一回ここしか見てない。カメラ全然見てないよ。ね、見てませんでしたけど、未来ちゃんはね、今回のショールームラストということでしたけども、はい、どうでしたか。なんかショールームで、うん、未来のキャラを知ってもらえたりとかしてすごくいい機会だったし、うん、たくさん学んできたことがあるので、これからなんか生かして今後の生活に生かしていければ嬉しいです。頑張ります。あ、なるほど、素晴らしい言葉です、うん、なんこんなに学んだことあったかな。何学んだかな。あ、本当ですか。なんか何にでも当てはまるようなちょっとコメントに聞くと大丈夫ですか。はい、ということでございまして、最後にではライブの告知お願いします。はい、花色派、次のライブはあさって3月16日土曜日に、ドイツ村でガールズボム春の大祭典に出演いたします。そして来週3月20日水曜日にはシアターマーキュリー新宿で私の卒業公演があります。ワンダーウィード10のゆめかちゃん、しおりちゃんとスポポポポニーのあいかちゃんがゲスト出演してくれます。詳しくは花いろは公式 X をご確認ください。お願いします。待ってます。待ってます。はい、ということでそれでは以上で終わりとなります。ワンワンニャンニャン菊池まさしと花いろはでした。バイバーイ。